じゃあもう入れちゃいますかね。はい、いいですよ。じゃあ音入れて出します、はい。はい、じゃあもう音ですね。また変なこと言わない。機密情報さえ言わなければ。機密情報言わなければ。機密情報もあるんだよ、この2人は。二人にとってまずいんじゃなくてね、日本の去るところがやる前のいっぱいあるんで、いろいろあの協力者の関係とかいろいろありますんでですね、うんうん、いやでもあのこれは、うん、まあ、それで出てくれればまあいいんですけどね、うん、そうですね、まあその話もしますけど、うん、これでだからまあ、5つの5議連もあるんだけどね、5議連だからもうちょっとなんか圧力かけると思うんだけど、こんなこと言っちゃ悪いけど、でやっぱりこの女子プロテニス選手の安否についても未だ懸念の声が広がってるって、これいいですね。この要請はまだね、うん、まあ、まだ出てない、そうですか、これ読み上げちゃうけど、これはもうでもあれですね、もうあれあの情報戦でしょ、ほとんど、うん、情報戦ですよ。私から見るとこの女子プロテニスプレイヤー、うん、この件については、うん、ある意味中国とバッハかわいそうではあるんですよね、うん、自分でだって動画出しても、動画を出しても信じてもらえない、あったよって言っても信じてもらえないし、バッハも信じてもらえない、動画出したとしても合成じゃねえかとか言われるし、うん、どうしようもないですよね。でもあれ本人ちゃんと言っとかないとね、本当にね、うん、消されちゃうからね、うん、大変なんですよ、ね、本当は最終的には国外出た方がいいと思うんだよ、彼女はね、彭帥、うん、さんだっけ、うん、あのみんなだって向こうの幹部とペケイチになった人って外出てるじゃない、うん、あの、うんうん、もう危ないですからね、シュウちゃんの最初の奥さんだってロンドンに住んでるんじゃない、うん、そうそうそう、市民権どうなんだ、永住権持ってるはずなんだよね、確かイギリスで、うん、まあ、みんなね、それだっけ、そんなでかいのとやっぱりいろいろ関係が深くなっちゃったりすると、身の安全のためにダメになっちゃった時には外に行くしかないですからね。しゅうちゃんはでも意外となんでこう離婚歴あるけど、もう次もらった奥さんもなかなか美形で、しかも有名な歌手だし、ちょっと待ってくださいね、画像入れるんで、まだ始まってない。あれ奥さんの方がホーレイさんでしょ、ボーレーン、そう、アボレーニャ、それとね、この間あのテニスプレーヤーの彭帥さんが頭の中で一緒になっちゃって、ホーレイさん、ホーレイさんってずっとテニスプレーヤーの話した。それこそ坂東さんにも前言ったけど、私の知り合い の, あの中国ビアのあの人が、あの人民解放軍音楽院出身で、なんとあのボーレーンの同級生です日本に住んでる、なんで誰も声かけないんだよしかも某有名自民党議員のですね、講演会の行事でしょっちゅう呼ばれてビア引いてます。あ、そうなんですか、うん、別にその人は親中派じゃないんだよ、名前あえて言わないけど、はい、流します、はい、はい、どうぞ、はい、流していただいてね、はい、あ、今から画像ですね、まあ、うんうん、まあ、これゆっくり出てきたらモニター出てきたらこんにちはってやりますからね、はい、はい、でも実は流れてるんですけどね、まあ、もう流れてるんですよね、うん、流れてると思うんですけどまあだからそうなんですよね、うん、それで新党工作で、あ、出ましたよ、はい、ね、皆さんこんにちは、今日はですね、坂東忠信さんをお招きしてですね、はい、恒例 の月に一度ぐらいやってるのかな、あのランチトークライブ、あの食べるのを見るの嫌いな人は見ないでね、あのいちいち文句言われるとうるさいからもうあのこれは昔からやってることなんで、いちいち監督みたいに物で言うんだったら、番組持たせてあげるから制作費全部持ってきてください、そしたらあなたの思う通り作ってあげますよ、あのこれは私の責任でやってることだし、ファンもいっぱいいますからね、ランチライブはやめる気がありません。今日のランチライブね、まずね、はい、何を食ってんだって話になるんで、今日はですね、おめでたい日なんですよ、うん、何がおめでたいか、はい、それはね、何しろまず12月1日にですね、まあ、年の宮愛子内親王殿下がですね、うん、晴れて成人されたと、成年皇族で、まあ、行事が 1日5日ありましたね、まあ、それをお祝いするという意味と、それからなんとですね、今日だったよね、皇后雅子様ね、雅子皇后陛下がですね、お誕生日ということで二重にめでたいので、はい、なんと赤飯弁当です。皆さんどうですか、赤飯でね、坂東さんで赤飯っていうのがね、やっぱ似合うじゃない。そうですか、和の人ですから、和の人ですからね、で、まあ、でもね、早速ごま塩かけとこうと、家でね、こんなに手が込んだご飯食べてないのでですね、またそういうこと言われるとさもう、なんかね、ちょっと皆さんこの坂東さん応援しましょうね、ということでね、また忘れそうなんで最初言っておきますけどね、これあとずっと見てくださいね、坂東さんは絵本作家でもいらっしゃいます、はい、徳田博士原画展を今
現在進行中で、進行形でやっております。はい、東村山の、まあ、西武新宿線および西武国分寺線の駅である東村山駅の西口にあるですね、はい、まあ、私もお友達なんですけども、はい、経営されてるですね、ビジョンベースカフェエケベリアというところで、今月12月25日、までですね、今月の25日まで、やっておりますんでね、ぜひお立ち寄りいただいて、なんか素晴らしい原画なんだよね、あの坂東さんといえばですね、戦国武将のですね、お描きです。まあ鎧も作るからね、細密なね、鎧甲冑の姿の武者の絵であるとか、はい、あと私が好きなのはですね、あのお父さんの千羽鶴とかね、はい、あるいはあの9番目の戦車ね、はい、私一応戦車の専門家なんですけど、一応ですね、今あのまさにその9番目の戦車の主人公にしていただいた救護式軽戦車の日本にこう変換させる運動をですね、はい、私もお手伝いしておりまして、うん、まさにその救護式ちっちゃいけど優秀な戦車、をですね主人公にした面白い絵本なんですね。あれどこに来るかまだ言っちゃダメなんですか。いや、いいですよ。いいんですか。いいんですよ、うん、あの富士山の近くのところにね、かまど自動車っていうところに持ってくるんですよ、うん、持ってきてまずね、で最終的には個人のもんじゃなくて、あの公の、いわゆるその防衛技術の博物館今作る運動やって、これもね見通しが立ってます。多分ね、まあ、3年ぐらいかかるけどね、それができたらそこで常設展示、これね単なる形だけじゃなくて動くやつなんですよ、うん、直しちゃった。救護式軽戦車を直しちゃった、うん、完璧オリジナルのね、しかもね、うん、実はね、自動車のエンジンを積み替えて直してるような救護式って何台かあるんですよ、実は本当のこと言うと、うん、これはオリジナルのエンジンを全部オーバーホールして直しました。よくやりました。でね、部品もね、実はね、同じ部品って結構ね、あの民生品で使われていてね、うん、全く同じ部品が漁船のエンジンのパーツに使われてるんで、うんうん、そういうのをね、世界中から探したりして、でしかもこれね、国際作業でね、直したのはポーランドなんですよ。もともとあったのは日本なんですよ。日本だけど売られていっちゃってね、嵐山美術館にあったやつが南紀白浜かなんかあっちの方に確か行ったんですよね。でなんかそこの経営主体が、うん、あのなくなっちゃった時に売っ払われちゃったんですね、うん、で流れ流れてポーランドにあって、でポーランドと相談して、ポーランドのそのまあそういう愛好家の皆さんが一生懸命心を込めて直していただいたのを今、うん、イギリスに移住させております、うん、イギリスのボービントン戦車博物館で、うん、今あの稼働展示って言ってね、うん、あのパレードに出たりして走らせてます、うん、でもうありがたいですよね、あの海外のそういう愛好者の方、あるいはね戦争の歴史の研究者っていうのはかつての敵のものもすごく大事に扱っていただいて、うん、もう新品同様になってですね、うん、日本に帰るの待ってるんですよ、うん、まあこれもまたね、うん、あの今募金運動やってるんでいずれあのご紹介しますけどね、うん、その戦車おかげなんでね、まあ、ぜひね、あの皆さんこのビジョンなんだね、難しいなこれね、ビジョンベースカフェエケベリア、ビジョン、はい、ベースカフェエケベリアです、はい、ここに書いてあるからね、メモ取ってですね、はい、よろしくお願いします。皆さんあの東村山の西口ですから、見に行ける方は見に行ってくださいね。鎧兜のね、あのこの武将はこの兜をかぶってるけども、これはどういう仕組みなのかとか、なんでこういう形になってるのかとか、そういったところも鎧兜のあの解説も一緒に下の方に A4 1枚ぐらいで貼ってありますので、そちらの方もお楽しみいただければと思います。甲冑マニアの皆さんもぜひ、はい、あの、はい、お出かけください、はい、そういうことに理解の深い方が経営されてますからね、あのぜひよろしくお願いしますということで、今日はですね、はい、あのお弁当を食べながらですね、下方にですね、坂東さんといえば C 国問題ですよ。 C 国問題の権威ね、あのサイレントインベージョン、それからですね、はい、あのハニートラップの権威ですからね。逆ハニなんですけどね、ハニートラップの権威っていうとなんかかかって帰ってきましたみたいな。いやいやいや、かかって帰ってきたらこんなとこ出れないから出れないからね。それで何しろ問題になったの、実はね、ちょっと話の取っかかりで紹介ですけどね、はい、あの皆さんこれ関心持ってね、あのね、これすごく大事なんだけど、実は昨日ですね、12月8日に人権に関する5議員連盟の合同役員会というのが行われました、これ実は例のウイグルとかチベットとか南モンゴルとか香港とかミャンマーの問題で、まあ人権守れと、それからこういう人権を抑圧するね、まあ具体的にはチャイナ指してんだけどね、いい加減にしろっていう非難決議を国会で上げるために国会議員が作ってる議連なんだけども、ご存知のように6月ね、2F だか 3F だかわけわかんない親父がね邪魔したわけですよ。でそれで通らなかった。
でこれはもうね、公明党も頑張ってほしいけどね、公明党もちょっと邪魔したうちに入っちゃったのね、うん、でまあ涙を飲んでなんだけど、実は決議案できてまして、これをなんとか今回の国会で出そうじゃないかということで、なんか昨日新しいその立民党の代表になった泉健太さんもね、これやるべきだっていうふうにね、国会で話したみたいですね。まあ、ぜひやってほしいんですけどね、まあ、これやると自民党が分裂するんじゃないかとかいろいろ言われてるけど、そんなことは構やしないんでね、ぜひやっていただきたいということで、一ついいことやったんですよ、この会がね、うんはい、なんとですね、北京五輪の、外交ボイコットについてもやってほしいという要請をしようということでね、声明案出してるんですね、これ、声明案ね、案なんだよ、案だけど出しちゃうけどね、出しちゃうのはね、なんでそんなまだ身内の会議でやってるのを出しちゃうんだ、篠原は。俺参加してないのになぜ持ってると思ってんだよ。まあそれはいいとしてね、読み上げてね、もう下がれないようにしちゃうから、で読み上げちゃうけどね、北京五輪への外交ボイコットについてと会長合同声明案、早く声明出してね。で来年2月に開催される北京冬季五輪オリンピックパラリンピックは出場を目指して厳しい練習を重ねてきたアスリートにとって重要な大会であり、出場の機会は尊重すべきである。一方で国際社会は中国国内の特定民族に対する人権侵害に関して改善を求めるとともに、厳しい視線が注がれていることを中国政府は認識すべきである。また中国政府高官からの性的被害を訴えた女子プロテニス選手の安否についても未だ懸念の声が広がっている。中国政府は北京五輪が平和と人権尊重を掲げる五輪憲章にのっとって開催されることを国際社会に明らかにし、人権侵害に対する懸念を自ら払拭すべきである。日本政府は招待の有無にかかわらず、そうした懸念を抱えたまま外交政府代表団の派遣をすべきではない。自由と平和、法の支配、人権の尊重は人類が追い求める普遍的な価値観であり、北京五輪がオリンピック憲章にのっとって開催されるスポーツの祭典であることを強く望むものであると、こういう声明出してね、で岸田文雄総理に申し入れをするっていうことのようですけどね、ぜひやっていただけない、うん、ただね、最後もう一つね、これ実はこれきっかけとして話したの、今日このまさにこのテニス選手の話をこれからするからね。でちょっと気になるんだけどね、もう頑張ってほしいんだけどね、この会議にこのね、これ超党派の側の議連も入ってるのに、役員に入ったらその公明党出席してないのよ。公明党どうしたのよ、これ呼ばれてるはずなのにね、それしっかりしてくださいよ。だってね、私聞いてるんだけど、今回総選挙あった時、公明党はね、C 国の人権状況についてね、やっぱりね、態度はっきりさせるってことを公約してるじゃない、うん、だからそれはやっぱりね、総選挙で公約した以上もう一歩前進してんだから、頑張ってね、こういうところをやってほしいんですよ、人権の党なんだからね。こういうとこでね、もうくよくよしない、もうこんだけね、もう世界が歩調を合わせてるんですから、アメリカや英国やね、オーストラリアはもう外交ボイコット決めてんだから、だからね、日本がやらないわけにはいかないんですよ。でこういう時にやっぱり後ろ向き対応してると、やっぱり公明党はって言われちゃうんだから、うん、頑張ってほしい。自民党の中もごちゃごちゃしてるからね、ぜひここはね、背筋ピッと伸ばしてやってほしいなと私は思っております、うんはい、これね、私はですね、まあ、一気にやると後の楽しみがなくなっちゃうんで、まあ、サラミ戦略としては外交的ボイコット、はい、うん、これで、まあ、最初は仕方がないのかなって感じもしますけどもね、うんうん、この共同会長合同声明案ですね、まだこれを見て、うーんって、やっぱりね、この案では私がとんがってるのか分かんないけども、ちょっと点数つけると50点というところですね、うんうんうん、まず北京冬季五輪は出場を目指して厳しい練習を重ねてきたアスリートにとって重要な大会であり、会場の出場の機会は尊重すべきである。これ出場のここに出場する機会を尊重してしまうと、政治家は行かなくてもいいかもしれないけども、その場 の,、うん、中国共産党が作った舞台の上で、うん、この自分を磨き上げてきた選手がやっていいのかっていう話になるわけですよ。私はこれは反対で、うんうん、最終的にはね、まあ、サラミ戦術で本当に少しずつこう詰めていくのか、分かりませんけども、私は全面ボイコット、これが必要だと思いますね、うん、同じ意見をね、実は私もいろいろご相談してですね、うん、早くからね、このウイグルの問題で、ウイグル民族に対するね、
弾圧とかにですね反対してですね、まあ、ラビア・カーデル氏の著書を日本語に翻訳したり、あるいは実を言うとですね、うん、まあ、岸信夫さんね、あの防衛大臣のね、あの方が大臣になる直前にね、あのウイグル人留学生を助けてくれということで、うん、今の日本ウイグル協会の役員もやってるアフメットさんとご一緒にですね、岸大臣に私も同席したんですが、うん、まあ、200数十人のその留学生の、まあ、ですね、身分を助けてくれということで、これは実際岸さん動いて助けてくれたんですけどね、全員もう強制送還ならないで済むようになったんですが、その時にですね、これを呼びかけていただいた明治大学、食べてくださいね、明治大学准教授のね、水谷直子さんがね、最近SNS で発信してるんだけどね、これはやっぱり今坂東さんおっしゃったのも同じでね、もう俺モスクワの時と同じようにね、選手団の派遣も本来はボイコットすべきだと、うん、なぜかっていうとね、これウイグルの弾圧がね強まったのが北京冬季五輪の開催が決まった直後からだって言うんですよ、うん、それからですね急にですね、うん、教育収容っていうのが始まってですね、であと各地でね、例えばウイグル料理店とかウイグル人が集まる場所ですよね、モスクとかそういうの取り壊しが始まったんだと、だからそういう同化政策でね、いわばその北京冬季五輪をね偉大な中華民族の復興の象徴にしようというね、まあ習ちゃんのね、まあ野望がもうあらわに出たのがこのウイグル弾圧なんだから、そういうことを鑑みるとね、このオリンピック、まあ、やすやすとですね開催を認めるべきじゃないっていうふうなことをね、水谷准教授もおっしゃってました。これはもう坂東さんと同じで、私もそういう気持ちだけどね、少なくとも国際社会が外交ボイコットやるんだから、そこはね、うん、最低限やってほしいなと私は思ってますね、うん、いただきます。でもボイコット、外交ボイコットを宣言してるのはアメリカとオーストラリアと、この昨日イギリスも言ったでしょ、うんうん、もうね、まあ、さっき武者の話がイラストを描いてるっていう話だったからこんな例えになりますけども、うんうんうん、相手の敵を撃ち取ったり、槍をつけてきたりとか乗り込んだりって、一番槍、二番槍、三番槍ぐらいまでは評価される、四番槍は評価されないですよ、うん、そうですね、だから外交ボイコットで今更言ってもそんなにね、もうインパクトがないというか、うん、日本のね憲法っていうのは、まあ、押し付け憲法とかっていろいろ言われますけども、うん、陛下の御名御旨がバチンと、うん、ね、昭和帝の御名御旨が入ってる以上は、うん、もうそれはもう憲法ですから我が国、うん、でこの憲法全文にもねいろいろ書いてあるわけですよ、まあ、いつも私が言うのは先制と例示はパクト返境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思うって書いてあるんですよね、うん、もうなんでね、うん、これが書いてある以上はね、うん、名誉ある地位を占めに行かなきゃいけないわけですよ、うん、今さら四番槍で外交ボイコットとかって言ってんじゃなくて、これ一番首取りに行くつもりでやらないと、うん、名誉ある地位は占められないでしょ、うん、で日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げてですよ、全力ですからね、うん、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うって書いてあるんで、これは政治家に文句言うだけじゃなくて、私たちも政治家がタルタルしてたらね、うん、こちらの方からそんなんでいいのかと、外交ボイコットなんて、そんなの最初からもう織り込み済みだと、そんなんじゃなくて全面ボイコットしろと、みんなでね声を上げていかないとダメですしね、それを実行する政府でないと憲法違反ですこれは。で、護憲派の皆さん最近ちょっと元気ないですよ、なんでこう、パイオリング音というんですかね、こうアイドリングしてる音すら聞こえない、昔ね、うんうん、まあ、だから変な話だけど、うん、僕は共産党の国会議員団に行った時にね、うん、追及、例えば与党側を追及するね、うん、一つの論点としてね、うん、憲法擁護義務ってなんですよ、うん、公務員とかね、はい、あれ政府にはね、うん、で憲法にのっとってちゃんと政治をやれよということなんですよ、これは、うん、でその点でね、例えば追及したもんなんですよね、うん、今のようになんかともかく宗教的に信じ込んで守れとか言ってるんじゃなくて、憲法にのっとったってことやってごらんって言ってるわけで、うん、まさに坂東さんおっしゃってるね、全文の精神でやるべきだと、うん、でもそれで追及すると、昔ね、首相もね、それは憲法を遵守してやりますって言うんですよね、うん、今どうもそういうなんか
論点がね、与野党ともにないというね、うん、ちょっとこれは困ったもんだなと、うんうん、で憲法の理想っていうか全文読んでほしいんだけど、擁護派にはね、うん、あれはもう人類普遍のね価値観として乗ってるわけですよ、うん、でさっきのね橋中も言ってるね、こういう価値観ね、法治とかそういうのはね、まあ、まさに憲法の精神なんでね、うん、これはもうまとまってね、ただこれはねちょっと残念なことなんだけど、うん、むしろね党としてまとまってるのは共産党やね立憲民主党の方がまとまってるのよ、この問題は。問題は自民党だし公明党なんだよ、うん、で公明党の中でもね、実はこれはもう僕は公明党ばっかかばうんじゃねえとか言われるけどね、かばうよ。なぜかっていうとね、ちゃんとね思いをいたしてる議員いるんですよ、うん、いるんだけど上の方が変わんないんですって泣いてるわけ。だからそこはね上の方の方考えてほしいよね。これ立憲もそうですよね、うん、ちゃんと日の丸に全然日の丸とか君が代に全く抵抗のないような立憲民主党員っているんですよ。いますよ、うん、ただ上の方にいるのが二重国籍大臣とか、うん、なんかいろんなの極左とか分かんないようなやつとか、うん、いろんなのぐちゃぐちゃ上の方に詰まってるから見えてこないだけ、下の方にはいるんで、これは確かにかわいそうですよ、うんうん、そうなんですよ。でもね、うん、最近なんかすごくそういうところで派手な人が怒っちゃったんで、立民も結構ね重鎮が落ちてんだよね、自民も立民もね。そういう中で辻なんとかさんとして怒っちゃったからね、そういう縛りがなくてちょっとだけ保守色が強い泉さんがね上がったっていうことなんでね、ぜひもう、まあ、立民は今回はだからそうやって 党代表を先頭にねやるべきだって言ってくれたからね、まあ、ぜひですね、もう今更ね、で泉健太さん言ったこといいことがあるわけですよ。だから、うんうん、これ実は昨日の会議の中でもね、前回の6月のね決議案に基づいて今の段階に書き直したやつがね案として会議で議題になった。でこれについて泉健太さんはね報告を受けて、もうね6月で自分の党としては党内手続き終わってるから、いちいちそういうまどろっこしいことしなくてすぐできると、うん、だから他の党も同じでしょと、うん、いうことをね言ってね、かえってこれねこの問題で非難決議で自民党や公明党は詰められてるわけですよ。これが本当は私は残念なことでならないんですね。ぜひそこはね、躊躇しないで聞く力だそうですから、もう聞いてる段階終わったから、岸田さんもうともかく指揮権の発動なんてことじゃないと思うけど、やっぱりもう自分の与党側に働きかけて、ぜひこれはねスムースに、だって心配ですよ、だってね来週終わっちゃうんだよね。あ、そうですね、うん、来週いっぱいなんですよ、これもう12月入ってますからね、うん、そうなんですよ、うん、だからもうそれがね終わったらね、今度1月の終わりのね通常国会になっちゃうんですよ、うん、でそれもねもう2月直前でしょ、ボイコットなんてできないでしょ、うん、だからそういうことになると今しかないんで、これはぜひやっていただきたいんですよね、うん、人権に関する5議連合同役員会、12月8日ですから、これ改選記念日ですからね。そうなんですよ、この日にやったっていうのもなかなかですよ、ね、うん、なかなかね、いいですね、なかなかなんですよ。それと憲法全文に関しては、うん、ここにちゃんと書いてあるんですよ、うん、まず憲法っていうのは全文を踏まえた上で各条文を理解しないとダメだから、9条だけ取り出してわわわわって騒ぐっていうのはダメなんですよ、うん、全部必ずどの条文読むときにも必ず全文読んだ上で読んでください。そうするとここの全文にね、うん、我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してのはならないのであってと書いてありますよね、うん、だから私たちは日本のことにのみ専念して中国の人権問題を無視してはならないんですよ、ちゃんとこれ書いてあるんだから、うんうん、だからそういうところでですね、それを無視しちゃうととんでもないところに選手を送り込んだりとかする可能性があるし、その選手の、ね、安否だって分かんないですもんね、今回その女子テニスプレーヤー、うんうんうん、これがね、生きてんだか死んでんだかよくわかんないけども、うん、憲法っていうのはね、護憲派すぐね、自分の国内のことしか考えないけどね、うん、憲法の理想を世界に広めるっていうのは日本の役割なわけ、うん、だからそういう点で考えても、こういうことって積極的に動かなきゃならないと。そうです、ね、でも今回だからね、彼らの問題じゃなくてね、自民党の問題だって、自民党の問題なんですよ。困ってる。でもね、自民党の中でもね、国益を守る会でしたっけ、うん、総理に申し入れもしてくれたしね、うん、外交ボイコットはね、頑張ってるのは分かるんで、うん、ぜひね、これ一致してね、いわば中国を守ろう勢力を包囲してなんとか実現していただきたい、うん、で、そうですね、その点で国際組織 の女子テニス協会立派だよね、ね、一応頑張ってますね、頑張ってますよね、うん、このいわゆるこの性的な、うん、その、まあ、強要問題で、うん、もう
もう、C 国はもう信用できないから、うん、選手を送って安全も守れないから、もう一切来年は全部キャンセルね。あのテニス、これすっごい痛手なんですよ、うん、C 国に、うん、あのね、C 国結構ね、自分が一等国になったってつもりで、うん、イギリス風のね、スポーツのね、あの導入にものすごい熱心だったんですよ。それで、あの深センとか上海でテニス大会、うん、国際テニス大会やってるじゃないかっていうのをね、うん、看板にしたらね、もう拒否拒否でね、これ大変なんですよ、これね、スポンサーみんなついてて、企業の、ね、収入入らなくなるんだけども、うん、それでもね、あそこのね、協会はね、決意してね、しかも、これすごいんですよ、これも知られてない、来年だけじゃないんだよ、中止は、今後やるかどうかも検討するんですよ、うん、もうふさわしくなきゃやらねえよと、うん、いうことなん で、 すごいです、ね、これくらいの決意ね、もうそこがダメなんだよね、バッハさん、そこに決心がいかないところはね、うん、これ、ね、中国がこの彭帥さんね、彭帥さんね、彭帥さんが、例えばそのバッハさんが、うん、一応動画で確認しました、うん、しかも2回ぐらい確認してるんですよね、うん、少なくとも、うん、2回ぐらい、1回30分ぐらいでテレビ電話やったと、うん、いうことを言っても信用されない、で中国の国内では、ジュニア大会に彭帥さんが来賓できたよと、あのこんな格好で来たんだよって言って確か姿も映ってたんですけど、それでも信用されない、動画確か出てたと思うんですけど、動画が出ても合成じゃないかと言われると、どっちにしてもね、もう完全に信用ないんですよ、中国もバッハさんも、だそういう信用がないところが絡むような、それが舞台となっているようなところでそういった大会をやっていいのかどうかって話なんですよね、うん、でこれについては私たちもある程度分かった上でこの情報を生かすなり乗るなりしないとダメなんで、皆さん多分その彭帥さんがなんであのこういう状況になったか、あの原文見てないと思うんですよね、うん、というのは一瞬ウェイボーの方にちらっと出てすぐに消えちゃったんです、消えちゃったんだよな、でもそれだったら、それが作戦であるとしたら、そのちらっと出て消えたのの中にどんなその暴力的な表現があったのかを、これはきちんと把握しなきゃいけないわけですよね、うんうん、でもこれ誰も言わないでみんなあの性暴力があったあったってこう世界各地で言ってるんで、ちょっとその画像を私ゲットいたしまして翻訳してみたんですよ、これですね、実はすごい長いんです、 A4 にするとね、1、2、3、4枚ぐらいになりますね、あ4枚、うん、あのびっちり書いてあるんで、お、うん、ですからこれをちょっとかいつまんでお話しするとですね、まずこれ大事ですよこれ、うん、日本で報道されてないからね、報道されてないですからね、これ出だしはね、私ははっきりと話せないことは知ってるし、話してもしょうがない、でもやっぱり話したいと思う、私はこんな虚しさはもう耐えられないと、うんうん、私は私がいい女の子ではないこともすごい悪い悪い女だってことも知ってるわよっていうことから始まって、うんうん、最近の話ですね、だいたい3年ぐらい前のこと、もう3年前ですよね、これ多分、10月、11月の初めぐらいにこれは発生してるんで、あ、11月の終わりぐらいにこれが明らかになったかな、この2人 の、 あの新しい関係っていうのはその 3年ぐらい前のことだそうです、張高麗副総理、あなたが退職してから天津のテニスセンターの劉さんに電話を取って、私にまた連絡をよこして北京の、光明ビルで私とゲームをしようと約束しましたね、そして午前中にテニスをし、あなたは奥さんの高潔さんと一緒に、私をあなたの家に連れて行ってくれましたね、もう家まで連れて行ってくれた、うん、家まで行くときに拉致したんじゃないんですよこれ、うん、彼女も家まで行きましょうというふうに呼ばれて、うん、車に乗ったわけですね、うん、その後私をあなたの部屋に案内し、何十年か前に天津にいたあの時のように私と性的な関係を持ちたいと迫りましたよねと、もう出だしからこれだけ、うん、あのやってますね、出してますね、で7年前ですね、私たちは一応性的な関係にあったのにと、昔はあのそういうラブラブな仲だったということをね、うん、この時にも性暴力でそういう関係になったとは書いてないです、その後あなたは常務委員になって北京に行ってからは私に連絡をくれませんでした、つまり7年間放置してたんですよ、うんうんうん、日台関係がある女を突然俺が偉くなったって言って放置してたと、うん、でこれについてはあの心の内に埋めてしまいたいとかですね、いろいろ書いてあったんだけども、うんうん、これがそのさっき最初に言ったみたいに、天津のテニスセンターの劉さんから劉さん捨てで、突然7年ぶりに、退職したトップセブンの一人からまた連絡があったと、これが今回の始まりなんですね、うんうん、であの日の午後私は同意できずずっと泣いていて、ディナーは私と高潔おばさんと一緒でした、これ高潔おばさんっていうのは漢字絵っていうんですけど、これはあの、うん、
超高齢の、奥さんですね。奥さんね、まあ、本人から見たら本人まだ30代ぐらいでしょ、うんうん、38って言ったね、うん、そうですね。で超高齢は70代ですんで、その奥さんだからそれももうおばさんに見えるわけですよね、うん、完全に、うん、だからそういうふうに書いてんですけども、うん、で昼に一緒に3人でご飯食べた後、うん、俺の部屋もちょっと見てみないかって言って入って行ったところでグググッと来たんだけども、いやいや私そういうつもりじゃないからと一回断ったんですね、うん、でそこで帰りゃいいんだけども、その後ディナーも一緒に食べたと、うん、3人でね、うん、でディナーの後も私はまだ関係を望まなかったので、あなたは私を恨みましたよねと、そしてまたこの7年の間私を忘れたことがなかったこととか、私のことをいろいろとというような話をしてて、私はまた怖くなって慌てたけども7年前のあなたへの感情から同意して…そして私たちには性的関係が生まれました、うん、だここに関しては全然無理やり押さえつけられたとかそういう話ではなくて、うんうん、最終的にガンガン押されて、うん、それでまあ7年前も私の彼氏だったしということで、うん、同意してやってるわけですよ、うん、やってるって表現があれですけどもね、うんうん、だそういうこれがきっかけ、うん、でこのあとじゃあその後関係が良くなかったのかと思うじゃないですか、うん、でも感情というものはとても複雑でうまく言えないけど、あの日から私はまたあなたへの愛の扉を開け、その後はあなたと一緒の日々の中で、うん、あなたはとても良い人で素敵な人でしたし、私に対してもとてもよくしてくれて、よくしてくれましたと。で何話してたのかなと思ったら、私たちは近代の、歴史から古代の時代に至るまで、うん、あなたは私と万物の知識から経済哲学までを語り合い、話は尽きることはありませんでしたねと、うん、結構仲いいじゃないですか、うん、これって私たちが考えているような性的抑圧があって、うん、なんかやられたと全然違いますよね、うん、でところがこれが出た時に中国側ではこれをすぐ消しちゃったんですよね、うんうん、で一緒に将棋をしたり歌を歌って卓球をしてビリヤードしてもちろんテニスもして、私たちは永遠にだって楽しめたし、性格もこんなにぴったりだなんて全てが一緒になれた気がしましたと、完全にのろけてます何なんだこれなんか違うでしょ今うん、私たちちょっと違うよね、うん、でまあ、本人はですね、小さい頃からまず家庭の中で愛に飢えていたとかですね、うんうんうん、超高齢か、うん、超高齢も非常に孤独な人なんだとかですね、うんうんうん、そういったことも書いてあって、まあ、そういったところもあってお互いに、接近して、まあ、不倫の中になって、うんまあ、一旦別れてまたくっついてということなんだけども、うんうん、私たちは語り尽くせない日もあったし、語り尽くせない話もあったけど、あなたはあなたの立場があるので離婚はできないし、もしあなたが広東省にいた時に知り合えたらまだ離婚できたけど、今はその方法がないと話してくれましたねと、うん、ちゃんとあの話し合いもしてるんですよ、私たちの将来はどうなるのと、うんうん、で私はそんな話を黙って聞いてあなたに寄り添っていて、初めの頃は良かったけど、ここら辺からちょっと暗雲が垂れ込めてくるんですよ、うん、初めの頃は良かったけど日が経つにつれてそれはゆっくりと変化し、あまりにもたくさんの不公平な侮辱を受けたのですよと、うんうんうん、いうことで、ここら辺からその奥様がもう気がついちゃったんですね、気がついちゃったね、まあ、当然ですよね、うんうん、当然気がつきますよ。でどういういじめがあったかというと、これ、まあ、人によってそれで怒ってんのって感じもするんですけどもね、私がカモの、うん、食べ物の話ですねこれね、うんうん、カモの舌、カモの舌ね、うん、カモの舌が好きだって言ったら、そのおばさんが私にうえキモっていうようなツッコミを入れたと、うん、まあこれ翻訳するとまあうえキモみたいな感じなんですよね、うんうん、あと冬の北京は霞がかかって時々空気がすごく良くないと言ったら、うん、おばさんは私にそれはあなた方が田舎者だからよと、私たちはそんな風には感じないわねと言ったと、うん、まあ、この程度なんだけども、うん、本人としては非常にこれは、なんかいじめに近いというかですね、うん、プレッシャーを感じたみたいですね。そんな感じの話はたくさんあるけれど、あなたがいるとき彼女はそんなことは言わないし、私たちと同じく2人は一つみたいに仲が良くて、あなたも誰かがいるときには私にしてくれたのと同じように彼女と2人のときは一緒みたいだと。ちょっと、翻訳難しかったですよ。要するに、
うん、彼女とそのテニスプレイヤーと張高麗が一緒の時には、うん、こっちの奥さんと張高麗の2人のように仲がいいのに、こっちでも仲良くしているというようなことなんですよね。うんうん、でさ、まあ、ちょっとこれ中略ですね。まあいろいろこれ途中のところこれ端折ってます。すごい長いんで、うんうん、全文はバンド学校の方に全文出してるんですけども、ぜひバンド学校で見てくださいね。まあ要点を言うとですね、あとは最初から終わりまであなたはずっと私との関係を秘密にするように私にも言ってきたし、私の母にもその男女関係であることを知らせることを許さなかったと、うん、だからお母さんがいつも車で、どっかの教会の前まで送ってきてくれて、そこで降ろしてもらう。でそうするとお迎えの車が来て、彼女が乗って家の中まで入っていって、そこでラブラブ状態というような状態だったんだけども、うん、お母さんは、私が麻雀をしにあなたの家に遊びに行っていたとしか思ってないんだよと、うん、いうようなことなんですよ。ここを見たって本人がお母さんに送ってもらって、本人の自分の意思で教会まで行って、自分の意思でお迎えの車に乗ってるわけですからね。で、まあそういうような生活が繰り返されて、あなたの奥様はまるで宮廷のいさかい目っていう映画がね、こういうのがあったらしいんですけどね、うんうん、なんかテレビシリーズやってたよね、うんうんうん、のそれの皇后みたいで、私はすごい耐え難かったと、うんうん、言葉にすることができなくて、私はいつも一人の人間としてどうなんだろうと考えていたのよというような話なんですね、うんうん、で最終的にブチ切れたのが30日のあの晩の喧嘩はすごく出てるんで、おそらく日付、これが出た時のこととかいろいろ考えると、うん、何ヶ月か前なんですかね、30日ってしか書いてないんですよ、うん、10月の30日なのかもしれませんね、うん、あなたは2日の午後またあなたの家でゆっくり話そうと言ってたけども、昨日の昼にくれた電話では用事ができたんでまた電話するとか、全てについてまた今度連絡するからとか言い訳をして、こんな感じで7年前のように消えたのよと、うん、ここら辺でもう恨み節が出てますよ、うんうん、であなたはいつも私がね、レコーダーを持っているとか証明、うん、なんか証拠を掴んでないかとかって恐れてたけども、うん、それは私は、何の証拠も証明も残してないし、録音も録画もしてなくて、ただ私のねじ曲げられた真実の経歴があるだけなんだよと、あなたが地位の高い地位の重みを背負う張高麗副総理としてあなたは怖くないと言ってたことを私は知ってますよ。でも卵を石にぶつけるみたいにガガヒに飛んで、いくように自滅的であっても、私はあなたの事実を話すわよと、あなたはあなたの知恵と謀略できっと否定するし、私を黙らせようとするはずだけど、あなたはそんな感じでシニカルでいいんだから、その路線で行きなさいということですね、うん、すごいね、気が強くて。でもね、大体それでいいの、うん、あとは、まあ、なんかお母さんが天国であなたを守ってくれていることを願うとかあなたは言ってたけども、うん、私は一人の女で母の役割を与えられなかったし、要するに本当は張高麗と夫婦になって子供も産みたかったということなんだけども、うんうん、あなたは根性でやらかしたこの1歳の月年月の後、心安らかにあの世にいてお母様と対面できるのかって、私たちってとても道徳的よねという感じで終わってます、うん、今坂東さんこれずっと喋ったからね、なんとこのうまいね、赤飯弁当が食えなくて、これ最高にうまいです。これまあもう食べかけ見せちゃうけどね、これね、赤飯もさることながらね、これついてる煮物がものすごくうまくて、ね、よく味しみててね、うん、じゃがいもなんかもね、よくこんなね中まで味しみるなってぐらい上手に。これどこの弁当ですか。これデパ地下かな、うん、まあ、デパ地下です、うん、デパ地下の今いいよね、デパ地下のものがね配達されるからね、いいんですけどね、うん、まあちょっと食べてください。これ私ね、これでね思うのはね、皆さんね、なんだよと、うん、愛人と中国の元閣僚の痴話喧嘩かよと思っちゃうでしょう、うん、これが日本だったらそれで済むんだけど、チャイナはそうはいかないから。何かあったらね、この場合ね、権力が強い方が都合悪いことは、権力弱い方が消されるんですよ、うん、で今回のケースで一番問題になったのはね、この彭帥さんと国際社会が連絡が取れなくなってしまったというところがやっぱりね一番の懸念事項だったんですね。で、みんなが騒いだからこれ出てこれたんですよ、うん、出てこれたもん分かんないですよ、みんな忘れたらまたねどっか幽閉されるのがいい方で消されちゃうっていうことがあるんですね、うん、で実はチャイナはよくね、これまずね、これもよくね皆さんね冷静に分析してほしいんだけどね、特権的な地位を利用してこういうね、例えば著名なね女優であるとか歌手であるとか、
あるいはその、まあ、スポーツ界のこう有名な人とかそういう人をね愛人にしちゃうって結構よくあるんです、うん、でねそれで、まあ、いろんな逸話僕もね知ってんだけど実は揉めてるうちね昔の人間はねそこまで道徳的に狂ってなくてね例えばねあの毛沢東の私生活っていう本がありますよね、うんはいはいうん、あれすごいエピソードなんだよ歯磨かないとかなんか、うん、それもあるんだけど書いた人どうなったか知ってますよね、うん、あれその後どうなったんですかあれ死んだんですよでその後ね、うん、そのね毛沢東の私生活っていうのはね毛沢東の主治医だった医師がアメリカに亡命して書いた本なんですよ、うん、でもねその後変死してるんです、うん